8、9、10、K。 人舐めるの面白いですね。ユリアさんやってください。あ、そいいかもね。私がやってくれる。ちょっと待って、またどうせあれでしょ、笑われるやつでしょ。ダンスは得意ですよ、ユリアさんは。得意ですよ。やってもらいましょう。よーい、ゴー。 1、2、3。 頑張って。手の癖。では次、垂直方向のパワーをトレーニングしていきます、はい、両手を伸ばしてつま先立ちの状態から落下します。これだけ。これで来たと、それができたらこのつま先立ちから、あ、そう、片足、これからここまで落ちる。この状態で力を一気に抜く感じで抜きすぎで、これ耐えればいい。これでお尻でピタッと止まって、まずは両足から飛ぶ必要はないので、落ちるように。これは両足、両足で。ではスキーのジャンプ、スキー、本当にスキージャンプ、ジャンプスキー、そうピタッと止まる。そうで、つま先より膝が出すぎないように、かかとに乗る感じです。かかとに乗る感じです。その時にお尻に力が溜まっていれば OK です。じゃあ片足いきましょう。お尻で片足、5回やったらいい。命みたいな、そう、そんなイメージ。終わったら逆いきましょう。じゃあ今のちょっと発展系で、ここから一回落ちた状態で、ジャンプできない、落ちて着地。すごい、めっちゃ飛ぶが。落ちて、落ちてから、こう落ちて、飛んでピタッそう、ちょっとめっちゃこれ上がる。これもやりすぎると、体に負担が強いんでやっても5回。つま先立ち、落ちる、ピタッ。あ、そう、めっちゃ飛べるかも。スタッ、そう、ここからさっきと一緒。なるべく、なるべくこのここの時間を短く、この時間がパワーにすごく大事なんで、そう、意識はお尻、お尻でブレーキかけて、やって、ボールを持った状態で、ここから。ここの設置時間をなるべく短く、グッパー、グッパーで登った時にピタッと、5、6、7、8、9。ナイス。待って、上手。やった、初めてかも。できればもっと極端にやる。パッパッて一回止まって、パッパッ、終わりそう。膝が内側に入らないと。6、7、8、9、10、OK。 ナイス。私膝めっちゃ中入るんですよ。ちょっと中に入る必要があるから、それは気をつけた方がいい。もっと一回一回の、メリハリをつけて、パッ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 、そう、3、4、5、6、7、8、9。ナイス。すごい、息切れしてきた2人とも。つらつらじゃない、つやつやになっちゃった。次は横の動きいきます。トップの姿勢を作ってもらいます。この状態で腰と背中を、斜め下方向に押すんで、お尻で踏ん張ってもらう。これを5秒間ぐらい、これでお尻にしっかり効いてれば OK。 2、3、4、5。上半身はこのままで、押し返すというよりはただ耐えるだけ。そう、ナイス。どのくらいの強さで押してます？結構押してます、ね、見えない、伝わらないですよね。伝わらない、伝わらない。
ちょっと誰かやって。あ、じゃあ5分前。ちょっと待って、マジで踏ん張ってるんですけど。ちょっとミナミちゃんのもやる。ミナミちゃんのは全然強そう。お尻って意識したことないです、スイング中。そうですね、だからそれをちょっと極端に今やってみて、意識させる練習。私は踏ん張るんですよね。踏ん張ります。いきます。3、2、1。おお待って、え、ユリアさんの気持ちでしょでしょ。すごい、みんな全然違う。これは結構横方向やるのに結構基礎になる種目で、まず横方向のトレーニングやるときのウォーミングアップでやります。いや、すごい。いや、でも、部長、いや、部長すごい。さよちゃん、部長出ました。いや、マジですごい。1、2、3、4、5、 OK。 いや、マジですごい。どのぐらいのあれでやってるの？いいの、面白い。シーン。あ、え？すごい。本当にもうそこで感じちゃうんですか？でもいいけど、押してみて、全力で。どんだけ体重重いってなるよな。すごい。マジで壁みたい。石の壁みたい。これで、このさっきの耐えた感覚を覚えて、サイドジャンプで耐える。まずは2秒キープで10回。8、2、9、2、10、2、OK。お尻に来てば OK。OK。8、2、9、2、10、2、OK。ベタ？ベタ。次は、今のちょっと発展形いきます。最初にウォーミングアップでやった三軸肘のとこれを混合します。まず飛んでもらって、そのまま3、で飛んで屈指、8、2、9、2、ナイス。できれば一回飛んで着地してから、着地してからゆっくりと7、8、9、しっかりお尻で OK。 ナイス。じゃあ最後の2種目は思いっきりキレ系でいきます。はい、今度は速い、単純に速い。お、うまい。5、6、7、8、9、10。なんか悪いよ。つま先、もっとしっかり飛んで、3、4、5、6、7、8、9。ナイス。ちょっと違うね、もうちょいなんか分かる、分かる、なんかもっと踏み込みたいけど、怖くて踏み込めないとこがあるよね。今度はこれちょっと押さえてもらって、これで一方方向に進んでいきます。まずは飛ぶ、戻る、飛ぶ、戻る、飛ぶ、戻る、だんだん進んでいく感じ。2進んだら1戻る感じ。大事なのはこっちの足でしっかり飛ぶことと、戻った時にしっかりブレーク。だからメインは後ろの方の足、こっち向きだったら左足がメイン。でしっかり止まる、毎回止まる。いきます。結構感じる。4、もっと飛ぶ。5、危ない。8、9。めっちゃ近いかも。ナイス。おー、逆向きで8、9、10。はい、5、6、そう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 、7、8、9、ラスト10。 OK。 ボクシングですか？実際にボクシングみたいにこういう風にやるんではなくて、実際ゴルフのスタンスで、ゴルフの前傾角度でこういう形。あ、下の方に、下に向かって、ちょっとなんか空手みたいですね。空手みたいな感じです。これに手がつく。これを高速でドライバーのスタンス、ドライバーの前傾角度、このままこれ、そう、なるかや、そのイメージ。この動き、これを大きく交互に、そう、
そう、そう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。 お、ちょっとまだパンチが可愛いからブリックしますか。これやった後にドライバー打ったりすると結構上がる人が多い。へー、これだけでですか。これだけで、しっかりポイントは肩を回すっていうことがすごい大事。そのイメージで、はい、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 ボクサー入ります。 OK。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 ナイス。すごいパワーすごい。ラスト5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 ちょっと突っ込んでるけども、ね、一番大事なのはここに効かせてしっかり肩を回すことだから、こっちに効いてれば OK です。今度は今と全く一緒で、引くバージョン、引く引く、今度は逆に引っ張ってる方に意識が行きやすいんで、引っ張ってる方と逆は押すこと、そのイメージで最初はゆっくり6回だけ行きましょう。2、3、そう、うん、OK。 そのまま早く1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 これは背中とお腹、頭が動かないように肩がしっかり回るようにいきます。ラスト5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 完璧。おはい、OK。 これはもう少し軽くすればウォーミングアップとしてもすごい。3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。まずどうでしたか。疲れたね。なんか普段やらないやっぱ動きが多いから、うん、ゴルフと別になんていうんですか、そのゴルフのためのトレーニングだけど、 やり慣れてないとかちゃんと使えてない筋肉が多いから、うん、そこをめっちゃ鍛えられた感じがしてきましたね。弱いところも分かる。そうそう、分かるね。自分的にはどこが弱かった。なんか右のバランスが悪いと思いました。私はステラちゃん的には自分的にどこが弱いところだった。バランスがめっちゃ悪かった。基本的にキレがない。あー、キレ。そうですね、結構うん、スイングも軽く振ってるように見えるけども、うん、多分その辺がもっと改善してくればもっと飛ぶんじゃないかなと思う、うんうん、斉藤さんが見て2人はどういう部分が、まあ、課題かなみたいなのはありますか。やっぱりちょっと瞬発系がまだちょっと弱いかなっていう感じで、うん、そのジャンプの基礎的なものをやった時とかもどうしてもブレてしまうし、ジャンプ力もまだ少し足りないので、その辺が一番課題かなと。見ていて、あの一つ一つのトレーニングが結構回数が少なく感じたんですけれども、それって何か理由があるんですか。そうですね、瞬発系のトレーニングに関しては、その例えば10回やって追い込むっていうよりは、なるべく体が元気な状態でやるっていうのが大前提、全力でできる回数でやるっていうのが大事だと思います。遠心力に対して体が持っていかれない、出力を出せるっていうことと、体でブレーキをかけられるっていうこと、その両方がすごい大事なんですけど、それなんで右も左も両方やりました。まあ、初心者ゴルファー的な質問なんですけれども、うん、どの部分から一番鍛えてたらいいですか。やっぱり基本的には両足をしっかりついて、ゆっくり行う種目からまずやった方がいいですね、うん、まあ、ちょっと今回2人だからできたっていう部分もあるんですけど、はい、まあ、一番は基礎からしっかりやってることが一番大事になります、ね、はい、斉藤さんはインスタグラムをやっているので皆さんぜひぜひあのフォローしてください。結構トレーニングとかも載せられてますね。そうですね、はい、結構あの初級から上級までいろんなトレーニング載せてますので、はい、もしよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。それでは今日は斉藤大輔さんに飛距離アップのためのトレーニングをしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやっています。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。
それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。